エリック・ジェイコブセン、22番笹倉レイジュ、91番片岡正春、以上の5名です。ヘッドコーチ中島義文、7番ナナー・ダニエル・ダン、33番キース・クラントン、37番河野誠司探します。さあ中に入ったジェイコブセン、もう一度キックアウトして外から打つ、どうだ、フライリングに嫌われるが、しかしリバウンドを取った、河野からランス、中島ショットブロック、ここで5秒、中島ドライブする、差は2点です。信号ドライブありませんか、山形ボールキープです、ショットブロックは戻ります。ランダル選手のシュート力もありますからね。なるほど、アウトサイドに期待したいですね、はい、和田フローターシュート、てかこう好きなヘッドコーチはいないと思うんですけども、余計なファールだなって意識あるんですよね。ナイスプレーですね、ブレイク狙ってましたね、ボールをキープです。今度は中島、中島決めた、いい流れですね、飛び込んでタップしたんですよね、ブロックは残り5秒ですよね。キースクラントンミドルシュート、守りました山形です。佐藤倉打っていく、しかし決まりません、ブレッチがミスプレーでしたね、アドレナドル、いや狭いところ、アドレナドル強引、ジェイコブセン緊張に戻す、ショットクロックここで0秒になるが、おーっと時間いっぱいですが、信号からスライドスリーポイント、アウトサイドのシュート打ってますよね、はい、任せておけという感じでしたもんね、取り返すか、決めた、仙台もチームファウル4つになり、いい動きですね、72対56、70点に到達しました山形バイバンズ、ブライアンラッシュ、ラッシュフックシュート、プレイしません、ここでブザーです、試合終了、76対60。